ごきげんよう。よろしく頼むよ。うむ、互いにたやすいこと。では私から伝えましょう。これはこれはレアだね。僕を表する蘭子なんて楽しみだ。アスカは闇に住まう眷属の一人。かの言葉は黄昏時に聞こえる口笛のごとくか細く強く、それでいて孤高の旋律を奏でているわ。その衣は強く激しく荒ぶる獅子のよう。その髪は七色に輝き、乾いた叫びを歌うわ。そう、まるでその姿はジョアン・ユーズの剣のよう。私の言葉で語るには足りないかもしれないわ。悪くない。ポエジーだね。僕の強さを的確に表現してくれる。そうだね。蘭子を一言で語るのは難しい。ゴシックドレスに身を包んだファンタジアのプリンセス。大敗的なニュアンスは闇夜に咲く一輪のバラさ。紡がれる言葉は詩的で、時に愚者の理解を阻む。わかりやすく言うならば、いわゆる中二病というやつか。どこかから小動物の鳴き声が聞こえているが、進めていいかな。僕も似たような病を患ってはいるが、僕は痛いやつの方さ。蘭子は芝居がかって劇の登場人物のように振る舞っている。その姿は中二病と呼ぶのが分かりやすいだろう。それは結構なことだ。うふん、ひも解けば歴史書のページは軽いもの。私たちが初めて買ったのは四番目の絢爛なる。そこに集いし星々の一つとして生まれ落ちたわ。僕らがなぜユニットになったのか、それは誰も知ることがないだろう。ただ唯一言えるのは、僕たちの形は似ていたのさ。詳細な経緯を知りたいだけなのなら、そこにいる僕らのプロデューサーに聞いてもらいたいね。もしくは検索してもらえれば。おっと、これはジョークだよ。生まれ落ちた星は数多くあれば、その一つとして再び天に昇ることになろうとは、しもべたちの強い想念の力ゆえのこと。ただ祝福と感謝
欲望というのは果てないものだと感じているよ。一人で歌うだけでは飽き足らず、こうして二人で歌う未来まで手を伸ばしてしまうとはね。我ながら貪欲なものだ。してるかな。どうしたんだアーニャ。あれ、ランコとアスカじゃないか。それにプロデューサーさんも。お疲れ様ですね。インタビューしてますか。二人のユニットデビューするからかな。ダークイルミネイトだっけか。でもファッション雑誌からの取材ってのがあの二人らしいな。二人ともファッションにはこだわり持ってますからね。全然系統違うけどな。肩やフリフリのゴスロリ、肩やギザギザのゴスパンだし。どちらもゴシックなテイストですから合ってます。違うのは同じじゃないから当然ですよ。確かにな。お、取材はそろそろ終わるみたいだぞ。貼り付けた笑顔などテクスチャー以外の何物でもないな。ブラガスト本よ。こうして僕たちの心象は幕を開けた。いずれ来る嵐を知ることもなく。神崎、テンポが遅い。ちゃんと己の動きを保て。二宮、一人で走るな。周りを見ろ。もう一度頭から合わせるぞ。はい。はあ、この程度のレッスンをさばききれないとは。まるでゴルゴーンの女帝に睨まれたようだったわ。お前たち一息ついたか。ソロとしてならともかく、ユニットとなるとまだまだ課題だらけの二人だな。プロデューサー殿から見てやるように言われたが、まだ私がレッスンするほどでもなかったか。あなたからはそう見えるかもしれないが、大人にはわからない世界が僕らにはあるからね。純粋な領域では僕らは同調している。闇が支配する世界での共演ならば、あるいはお前たちの言葉遊びはどうでもいいんだがな。単純にユニットとしてまだまだだと言ってるんだ。目の前が見えていないな。どうでもいいだと。
示さないステレオタイプの大人というやつは僕たちに欠けているものなど。私たちに欠けている。ランコ、トレーナーさん、目の前が見えていないとは。お互いだ。互いが見えていない。それに、それにお前たちよく似ているのかと思ったが全然違うじゃないか。そう？その反応、自分たちのことをまだ理解していないな。それでは合わせるのが難しいのは当たり前か。これは苦労するな。ふん、大人たちにはわからないさ。僕たちの関係性が一般的なそれとどう異なるかなあ、ランコ。ええ、私たちは地下式領域に住まう眷属同士だから。まあ何でもいいが、ユニットでの活動はそう簡単なものじゃないぞ。ふむ、その言葉秘伝の書へ書き留めておくわ。それからプロデューサー殿から伝言だ。レッスン後に部屋に来るようにと。来たよ。僕たちを呼びつけて新曲の打ち合わせかい？それとも衣装合わせ？愉快な会議なら長時間でも歓迎だよ。我が友よ、次なるページはいかに。これまでは良かったからユニットとしてデビューさせるんだろう。現在が肯定されるのは過去が正しかったからじゃないのかい？それは、それは、僕はいつだって僕自身の言葉を話しているつもりだ。一般的な物分かりのいい子供の言葉とは違うことくらい君も理解していると思っていたんだけどな。僕を愚弄するのか。こんなところにいられるか。行くよ、ランコ。先に行く。我が友、プロデューサー、私は仕上がって甘えだと。僕がいつからそんな甘えたやつになった。甘えていたのは僕じゃない。僕が何か言うたびに、何かするたびに、もろ手を挙げて喜んでいたのはプロデューサーの方じゃないか。よっぽどあいつの方が甘えて。アスカ、ランコ、災難だったね。プロデューサーの気まぐれに振り回されるなんてレアケースだ。まあ僕たちはそれをやり過ごして。我が友は言ったわ、甘
甘えるんだ。あ、まったく不愉快だよ。だが気にすることはない。僕らには関係のないことだ。本当に？その言葉、トリトーネの口に手をかけてでも誓えるもの？当然に決まっているだろう。それとも僕が君に嘘をついているとでも？嘘はついていなくとも真実を語ることはあるでしょう。なんだって？君も、君までも僕を裏切るというのか？裏切ってはいないわ。ただあなたの口から出た言葉が私の心に影を落としただけ。ああそうかい。僕はあいにくとアイロニー豊かなペシミストだからね。お行儀のいい言葉遣いなんかしてやるつもりはないよ。あなたの言葉がわからない、アスカ。傑作だ。わからないだってランコ。幻想語のような言葉を吐く君がそれを言うのか？あれは、ん？あ、ランコとアスカじゃないか。って二人揉めてる？やばいかな。ちょっと止めに。待ってください、ナオ。待って。けど、あ、うん、わかった。そうだよな、言い合うことも大事だ。私らは見守ろう。大体ランコの言葉だってわからないよ。僕が君の飾り立てられた言葉を理解するより君が僕を理解する方がたやすいんじゃないか。あなたに分かってもらえたなんて思わない。二人とも傷ついていますね。とてもとても悲しい。でも傷つくのも必要なことなんだよ、きっと。思ってることを言い合えなかったら一緒にステージなんて立てないもん。そうですね。どちらかが頼るだけじゃなくて支え合うのが大事ですね。二人で1たす1以上にならなきゃ。アーニャも思い当たる節あるだろ？だ。でも放っておくことはできません。プロデューサーに言いましょう。そうだな。伝えておくだけ伝えておこう。ってことで報告。私たちも余計なことはしないけど、やっぱ友達だし仲間だからさ。きっとプロデューサーも辛いですね。いいって。私もぶつかり合ったりするしさ、大人の意見が欲しい時もあるし。ではプロデューサー、失礼しますね。心中察しますよ、プロデューサー殿。あいつら二人はまだまだです。双葉と諸星、タタと木村といったユニットのように乗り越えてきたものがあるわけじゃない。自分と似ているところを相手の中に見出して
互いに依存するだけでは先はないでしょう。悪いわ、あいつらに依存しないために己を殺しましたか、プロデューサー殿。それでこそプロデューサーです。叱るのと怒るのは違う。正しく叱ってやって導いてやるのは私たちの仕事ですからね。あいつらはまだまだ14歳の思春期の子供です。だがその分若く素直で成長も早い。きっと必要なことだったと分かってもらえる時が来るでしょう。僕に触れるな。嘘ばっかりだ。どんな言葉を並べたって、お前たちは所詮一瞬交わって消えるだけ、記憶にも残らない関係。いらない。今日はやたらと他人が目につく。僕の視界に入り込んでくるんじゃない。モブたちの凡庸な人生になんて興味はないんだ。そうだ、僕が興味あるのは僕のことだけ。僕自身が手の届く半径1メートルさえ良ければそれでいい。それで良かったはずなのに、こんな微糖のコーヒーを飲むような人間になったのはなぜだ。わからない。僕に関わった全てが僕をこんな人間に変えてしまった。この筐体たちは暇を潰すためのもの。皮肉だな。人生の空白を埋めるためにこれだけの機械が作られ、そんな場所で僕は空白を埋めている。空白を。そうか、居場所という空白も誰かに埋められるのだな。分かってもらえると思うのが甘えだと言った。僕は分かってもらいたかったのか。そしてランコを分かっていなかったのか。理解したいから近づきすぎて傷ついて傷つけて、分かり合えなくてもそのまま関係を築くこともできた。
せば何度繰り返しても傷つけている。ただ愚かに。ああそうか、山嵐のジレンマというやつか。僕の半径はいつの間にか広がっていた。これは寂しいという感情か。今の僕は寂しかったのか。涙のような温かい雨もあったはずなのに、今日の雨は少し冷たい。孤独は寒いのだ。僕は蘭子と話さなければ。そしてプロデューサーと。空も泣いているが、泣くべきはこっちだったはずなのに、なぜだろう。滑稽だな。人生は格好がつかないことばかりだ。蘭子の様子はどう？部屋にいます。ずっと。落ち着いたら話し相手になってあげなよ。わかりました。アスカと言い合いましたね。私とナオ見てました。偶然見てしまったから気にしています。ブランコは優しいですね。相手を傷つけないようにします。私は知ってますけど、本当の蘭子は強いですね。それも私は知ってます。だからうん、蘭子、私行かなくちゃ。だあ、そうですね。蘭子は強いですから。いってらっしゃい。ダバイ。蘭子は出て行きました。蘭子、アスカ、アナスタシア、蘭子はいるか。僕は話さなくちゃいけないんだ。蘭子に謝らなくちゃ。出て行きましたよ、さっき。ちすれ違いだったか。じゃあアスカ、なんだい。蘭子の言葉を信じないでください。言葉を信じないで、心を信じてください。ありがとう、アナスタシア。だあ、アンニャで
いいですよ、アスカ。いってらっしゃい。ナンバイ。プロデューサー。ランコは、ランコはいないか。少しだけだが、少ししか言葉を交わさなかったせいで僕は傷つけてしまった。誤解をさせたかもしれない。させたのは確かに僕だが、何もそんな言い方をしなくたっていいだろう。君はいつだってそうだ。全てを知っているのに何も知らないような顔を向けて僕の言葉だけを待っている。そんなのずるいじゃないか。僕に何を望む？そうは言ったものの、ランコがどこにいるのか見当もつかない。いるわ、ここに。ランコ、どうして？気に来てプロデューサーと話していたの。プロデューサーが私に望むことは分かったから。アスカが来てくれるの待っていたの。そうか、待たせてしまってすまない。いや違うな、君を分かってやれなくてすまない。それは本当に思っている言葉。ああ、僕は君に対する尊敬が足りなかった。だから分かってやれなかった。そうだな、分かってやれなかったんじゃない。上辺だけを分かったつもりになっていた。私も言い出せなかった。違うと、ただ一言伝えられなかったの。それは僕のせいだ。ランコはこういう人間だと決めつけた。僕が想像できる限界、その枠の中に収めていた。本当はもっと大きな可能性を持った人なのに。うん、僕は君を守るナイトで、君は守られる弱いプリンセスだとカテゴライズした。本当は違っていたのに。僕が守ろうとしたのは君を守るというロールプレイだ。私も弱かったから、中二病なんかじゃないって言えなかった。想像の世界の中では強い私でも、その世界を誰かに伝えるのは怖かった。ランコ、自分の世界を持っていても、それを伝えられたのはプロデューサーだけ。私からアスカに伝えることができなかった。私
守ってもらわなくても大丈夫だよ。だって堕天使にも魔王にも勇者にも何にだってなれるんだもん。そうだな、ランコ。君は強い。君は強く、君自身が紡ぎ出すクロニクルを生きていて、だからこそその自由さに僕は惹かれたんだ。アスカも強さを持っているでしょ。どんな現実でも俯瞰から眺めて自分をうまく操って自分自身のストーリーに変えていくことができる強い人だから。ああ、そうだ、その通りだ。それが私たちの違い？全てを分かり合えることはないかもしれないが、違いを感じられるくらいには近づけた。しかし、ランコ、すまなかった。自分たちのことを思うあまり、本心とは違うことを言ってしまって。ううん、いいの。私も心に鎧をまとっていたから、言い出せなくて。言葉に惑わされることなく、言葉を信じることもなく、言葉に秘められた互いの思いを信じましょう。ああ、アルマの輝きを。趣味の領域が近いだけの仲間ではなく、ビジネスで組まされるパートナーでもなく、アルマを重ねたユニット、それが僕らにとってのダークイルミネイトだね。ここへ来たということは、総欲のアリア。楽曲を用意しておいてくれたのか。僕たちがこうなると信じて。僕たちによく似てキザなプロデューサーだよ、君ってやつは。舞台にワルツを踊れるんだろう。ええ、踊るときにはアスカも誘うわ。飛んでいくよ、この翼で。プロデューサーからもらった二つで一つの翼でね。一人では行けない場所へ飛び立つための総力で。ワン、ツー、スリー、フォー。いいぞ、神崎、二宮も。お、やってんな。二人ともユニゾンシンクロしてますね。最後決めろ。はっ。よーし、オッケー。ありがとうございました。
歯車が噛み合うようになったな。まったく苦労させやがって。ピースがハマったのさ。もともとポテンシャルは高かったんでね。ほう、なら二宮にはもっとハードなレッスンをしてやろうか。神崎はもう上がっていいぞ。いや、僕たちはユニットなので僕一人というのはバランスが。お先に失礼します。トレーナーさん、闇に飲まれよ。おう、飲まれろ。さて二宮、どこからやる？きっちりしごいてやるぞ。ちょっと待たないか、ランコ。ランコ、闇の魔、ランコ。お疲れ。二人ともいい感じじゃん。 CD の発売もうそろそろだって。楽しみだよな。アーニャちゃん、ナオさん。ランコ、いい顔してますね。かっこいいです。二人にも改めて感謝を。私とアスカのアルマをつないでくれたのは二人だから。おうおう、よかったよかった。そうだ、 CD が売れたらパフェおごってくれてもいいぜ。では記憶の書に記しておきましょう。その時は一生分のパフェを食べることになるわ。覚悟しておいてね。おー、怖。そしたら増援呼ぶよ、うちのファミレス番長さ。ランコ、楽しそうでよかったですね。ほんと充実してそうだったな。アーニャも前のユニット活動を思い出したか？少しだけですね。でも何より友達が楽しいのが嬉しいです。ナオはトライアドのこと思いましたか？まあね、やっぱいいよな、ユニット活動って。熱くてぶつかり合って青春してる。アイドルを続けている間はずっと青春ですね。だな。闇の中でこそ光るものがある。それは冷たく、時には熱く。幻想に至る道筋は誰も知らない。それを叶えるのは己の意志だけ。意志だけを頼りに孤独の声を上げるのさ。それはいつしか想像の翼となる。あなたを誘うわ。僕らの名はダークイルミネイト。奏でるわ、総欲のアリア。目覚めた運命が回り始めた。ありがとう。どうも。またよろしく。どうも。プロデューサー、終わったよ。儲けていないで、気取った一言でもかけてくれないか？うん。
神話とは大きく出たものだ。それでこそ僕らのプロデューサー面白い。神話の始まりは今ここに。